皆さん、こんにちは。RKC 競馬チャンネルです。今回はオークス2023の出走予想馬の調教診断を行ってきます。まず内容を説明していきます。グリーンチャンネルさんの今日の調教を見て、調教の評価をしています。評価は 上から、特 A、A、B、C、D の5つです。調教のソファータイムは著作権に関わるので、調教のソファータイムを YouTube 上で流すことができません。知りたい人はコンビニとかでスポーツ新聞買うか、グリーンチャンネルを契約してください。ソファータイムを発表してしまうと営業妨害になってしまいます。では、調教診断を行ってきます。オークス2023出走予定馬調教診断、ミュー、5月17日、見習いの人が乗ってます。見習いが乗って、南と両、評価し、後半馬出ていました。北ウイング、5月17日、水曜日、南ウッド、評価り、踏み込みが足りない。ちょっと、すいません。5月17日、日付が5月17日なんで、日付は省略しません。日付は、君の名はマリア、チート助手、評価リー、後半に失速、コナコースト、立東半路、助手、評価リー、バランスが悪い、ゴーデンハインド、ミホウッド、リョウ、菅原明、バランスがいい。評価 B です。評価 B のバランスがいい。新緑化。南ウッド、リョウ、吉田隼人。評価特 A。すべてにおいて素晴らしいです。まあ、特 A でも、現段階で2万点ぐらいの評価です。争奪リング。評価 B。争奪リング。リットハンド、リョウ、竹豊。評価 B。まずまずな8。良くも悪くも、まずまずな8です。ルアイズ。リットハンド、吉田隼人。評価特へ動いて素晴らしい。この、まあ、ドゥワイズが一番ナンバーワンの評価です。調教も、まあ、素晴らしかったですね。後半も伸びてます、だった。ルーラ。評価リ。ルーラ。リットハンドリョウ、斎藤。評価リ。よそ見しすぎ。ハーパー。リットハンド、リョウ。評価、リー。評価、リー。距離が持たない調教スタイル。ヒップオブソウル。5月17日、南ウッド、リョウ。評価し。まあ、本調子ではないが、結構走ってます。次。オークス2023調教診断に、ペリファニア、南ウッド、リョウ、折り合いつい、評価 B、折り合いついているが、果たしてレースではどうか。レースにならないとわからない馬なんで、これは。ミッキー・ゴージャス、イットシーウッド、リョウ、評価 D、伸びが悪すぎ。ライトクオンタム。調教師。評価あり。調教師が乗っているので本気度がない。ラベル。5月17日。リットハンド。リョウ。
高い評価あり、伸びが悪すぎ。リバティアイランド5、リバティアイランド、リットシーウッド、両、川田、評価 C、過信評価、禁物。デミュージュ、リットハンド、両、オギノ、評価 D、後半、バテバテ。で、これで調教診断を終わります。これからも競馬に関する動画を上げていくんで、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では、さよなら。現在、2023年5月18日、木曜日です。では、さよなら。